どうも、ビーズのトークジムにようこそ、ビーズ専門解説のあつしです、皆さん明けましておめでとうございます、ここはですね兵庫県伊丹市 JR 伊丹駅なんですけども、まあ、簡単に言うと僕の地元です、まあ、今日はねこの僕の地元にフォーカスを当てたね、Vlog チックなことをしようかなと思うんですけども、お前の地元に誰が興味あんねんって言うかもしれないけど、たまにはねこういう動画もいいかなと思ってですね、あの伊丹自体はですねすごくいいところなんでね、その辺が伝わればと思います。それじゃあ行ってみましょう。はい、こちらですねダイヤモンドシティですね、こう伊丹駅から直結してるんですけども、昔ねここね東洋ゴムっていうでかい工場がブワッとあったんですよ、ある年を境にねこうやってこうもうイオンができてしまってね面影がなくなってしまったんですけどね。はい、ここはですね僕は子供の時よく遊んでた公園ですね。今もうないんですけど、ここにね10メーターぐらいの登り棒があったんですよ。ここにねよく登ってね遊んでましたね。てか今思ったらこんな狭い公園だったんだ。子供の時に遊んでた公園に来た時に大人になってから来るとですね急に狭く感じるっていうね。ここはですね僕がですね、まあ、物心ついた時から小学校3年生の春だから小学校4年生に上がる春にかけてまでね、住んでたマンションなんです。通る前にここはですねもう引っ越してしまって実家はもう別の場所にあるんですけどね。だからここで9歳まで住んでたのかな、まあ、よくこの辺を走り回ってました。懐かしいな。まあ正確にはここはですねおじいちゃんの家になるんですよね。はい、でですね僕がですねその物心ついたのはここの場所なんですよ。はい、ちょうどこの場所です。ここで何があったかというとですねもう2歳ぐらいだったと思うんだけど母親の乗ってる自転車の後ろに、まあ、乗ってたんですよ。何かの勢いか何かで自転車の後輪のあの針金のスポークの部分あるじゃないですか、あそこに僕足のかかとを挟んでしまって、まあ、大惨事になっちゃったんですよ。この辺が全部血まみれになっちゃうぐらいで、もう慌ててそのまま病院に担ぎ込まれて、もう緊急手術というかもうちょっとでアキレス腱に届くぐらいの位置まで切れてたそうです。なんでねあの僕の物心はですね激痛とともに始まりました。僕が今向かってるのは自分が通ってた小学校ですねに向かってます。当時のね通学通路っていうんですかを、辿ってね今歩いてます。そう、これあの自転車でこの向こう側に渡る時の、まあ、橋みたいなもんなんですけども、まあ、ここの坂道で盛大にこけたことありますね。懐かしい。はい、で、子供の時はね毎日この道をたどってね学校に行ってたんですけども、本当に危ない道でですね今こうやってこう緑のラインがねあって、まあ、それなりに、歩道かどうか分かりやすくなってるんだけど、これ子供の時はこれなかったんですよね。なくてもうずっとこっち側にこう寄せて体をね歩いてて、でこれ朝はね結構トラックとかも通るんで非常に危ない道なんですよ。で僕はねあの結構子供の時からなんですけども注意力散漫でですねもう危なっかしかったらしいです、どうやら。はい、見えてきました、あちらですね。でこの、高架下をくぐっていくんですけど、このね高架下がすごく、子供心にですねこうワクワク感のあるトンネルだったんですけどね、気がついたら僕の方が身長がね高くなってしまって、このトンネルの天井にねあの当たらないようにするためにこう鏡ながら今歩いてます。あー懐かしい。あー懐かしいな、この道を通ってきてたんだな。ザ下町って感じの下町なんですよね。まあ明らかにこうなんていうかこう地形があんまり良くないんですけども、なんですよこのねあの雑な感じが決してね僕は嫌いじゃなくてですね、むしろなんかこう落ち着くんですよね。はい、伊丹市立有岡小学校。というかこんな狭かったっけ中庭も。なんか自分が大人になったなっていうのはねつくづく実感するっていうのがちょっと寂しいんですけどね。懐かしいんだけど当時あった遊具が全然ないですね。
運転とかあったんだけどな昔で、あの辺になんかね節分の鬼みたいな絵が描いた壁があったんですけど、そこでねボールとか当てて遊べるようになってたんですけどね。まあ今遊具も危ないですからね、確かにね。まあなくなってしっかりなんでしょうけど、懐かしい。当然この時はまだビーズを全く聴いてない時期だったんですよね。もう本当に聴く歌といえばアニメソングばっかりうわ懐かしい。これですね、伊丹保育所なんですけど、僕が当時まだ3歳ぐらいまで行ってた保育園ですね。まだあったんだ。思い出すわ、これめちゃめちゃ思い出す。そう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 、この屋上からこの地面に伸びてる滑り台があって、これ僕めちゃめちゃ滑ってたんですよね。滑りすぎてなんかその先生からちょっと怒られたことありますもん。お懐かしい。そこにね、あのお寺が見えますよね。ここねお参りをしたとかじゃなくて、なぜかここで僕5歳ぐらいからあの公文を習わされてたんですよそう、もうエアコンも暖房もないようなねそのお寺だったんですけども、ここでねあのひたすら算数の問題と国語の問題をねやらされるっていうね今思ったらですけども、僕あの小中高とですね数学の成績でそんな悪い成績取ったことないのは、ここでねここで一生懸命公文をねやったからじゃないかなって思います。こうお懐かしいな、ちょっと行ってみようかな。有岡城跡っていうね、場所なんですけども、昔はこんな整備はされてなかったんですけども、まあ、簡単に言うとあの子供の時よく遊んだ場所ですね。こう友達とかとたぼろってね鬼ごっこだったりかくれんぼとかね、した場所なんですけども、ちょっと行ってみましょうか。あ懐かしい。もう井戸とかあるんですね。誰か誰にも言えねえ井戸みたいですね昔はですねこういう柵がなくてですね、そのままこの中に向かってね突っ込んでいけるんですけども、道を伝った向こう側にですねちっちゃいこう穴みたいな、ホラー穴みたいなやつがあって、そこでねこうお菓子とか持ち込んでですね秘密基地ごっこをね、した記憶があります。あ懐かしいな。はい、で伊丹ってね、まあ、あの場所によってはめちゃめちゃ田舎で、場所によってはこういうねちょっとこうおしゃれなアーケードチックな、部分もあったりするんですけれども、まあ、スーパーがあったりだとか、地元の名産品があったりとかですね。で、伊丹ってですねお酒の街なんですよね、まあ、お酒が僕全く飲めないんですけども、そういう街でね、生まれ育ったんですけどね懐かしい関西スーパーだ。ここでよくねあの試食コーナーに入り浸ってました、子供の時にでこの上がマンションになってるんですけど、ここにね友達も何人か住んでたりね。やっぱ正月なんで人多いですね。ちょっとねこう歩き疲れたんでですね、ちょっとこう座ってね一服してますここもですねあの子供の時よくたんぼろった公園というか広場ですね。まあ、特にね中にはその地元を離れて別の県で暮らされている方も、多いんじゃないかなと思うんですけどね、たまに自分が生まれ育った地元に帰るとですねその大人目線でいろいろ探索したくなりますよね。子供の時のね、思い出を重ねながら歩くのがまたねちょっと楽しかったりするんですよね。あそこのもう目の前がですね阪急伊丹駅なんですけども、そう昔ねここにねあの当時まだ伊丹市唯一だったのかな、マクドナルドがあったんですよ。10年以上前に亡くなったおじいちゃんがですね、まだ5歳ぐらいの僕の手を引いてですねよくここに連れてきてくれたのをちょっと今思い出しました。おじいちゃんありがとう、楽しかったよ。はい、というわけで阪急伊丹駅ですね、すごくねあの新しくて立派な駅なんですけども、95年だったっけ、あの阪神大震災ありましたよね。阪急伊丹駅は1回そこで全壊してます。で、新しく建て直してこの形になったっていうね、そこのねこの建物が日っていうデパートなんですけども、ここでよくねあのお餅とか買ってもらった記憶があります。
はい、ここはですね、その阪急伊丹駅からほど近い商店街になるんですけども、どこにでもある商店街ではあるんですが、まあ、僕にとっては思い出深いというか、まあ、よく行ってた商店街なんですよね。僕にも当然おばあちゃんがいたんですけども、学校から帰ってね、おばあちゃんがいないとですね、だいたいここら辺に来ればおばあちゃんに会えるっていうね当時買い物するところがここしかなかったんですよ、伊丹って。でね、みんなここに来てたんで、おばあちゃんに会いに行くとですね、何かお菓子を買ってくれたりするんでですねおばあちゃんありがとう。はい、というわけでですね、今日はですね、今日僕の地元巡りみたいな感じのことをね、動画でさせてもらってるんですけども、誰もお前の地元なんか見たくねえよっていう人もね、いるかもしれないんですけども、まあ、たまにはこういう回もあっていいかなと、思います。またね、ビーズの話はまたね、今年もどんどんしていきますんで、どうか一つよろしくお願いいたします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。